岡さんオンライン証券。 はい、えー、こんにちは4月の28日水曜日の株とか合わせの売買シナリオでございます、えー、現時刻14時40分とこういう時間帯でございますさて本日の東京市場の振り返りの前にでございますけども昨日でございましたこの買品で申し上げましたね FX スワップ6倍例とこういうところで6日分でございますけども、まあ、明日昭和の日でお休み、まあ、東京市場お休みでも CFD クリック株365内賜 FX ですね、クリック365、こうしたものの取引は通常通りではございますが、お休みに合わせてでございます、金利相当分のスワップが入ってきますよというお話はさせていただいて、別に、 ロス円買いましょうというふうにして申し上げたつもりはあまりないんですけどもね、ただし、まあ、投資妙味というところでは、6日分の付与、インカム原因ン狙いで、キャピタルロスにご注意していただいてというふうにして申し上げた経緯はございます、昨日分でございます、レコード残っていますのでね、そこはぜひぜひチェックしていただければと思いますさて、結果としてでございます、前日終値比で下落してしまったのはメキシコペソ円だったんですね、こちらのところはですね、ちょっとツイッターで3月のメキシコの貿易収支、ここ最近ずっと強かったので、ちょっと強気 には見ていたんですけどもなんと悪化していたとマイナスだったというところでございましたメキシコのブラドル大統領バイデン大統領とかなりですね移民問題だとか経済政策に対してこれまあかなり密な関係で関係を改善しているような形になっているんですけども新型コロナのこのワクチン接種に関するなんて言うんでしょうね供与というんでしょうかねそこの部分だけあまり色良い返事は見せてもらえなかったというところなんですけども今後そうしたところの米国とメキシコでの関係性というのが今 今まで以上に前政権の時と比べてよくなってくるんだったら、で合わせてございますけれども、ね、原油の、まあ、ケミカル関連のところの好調性というのが出てくればです、ね、貿易収支なども少し改善してくるのかなというふうにして見ております、まあ、長期チャートなどは、ちょっとリキアのエフェクト上、ブログのところで書かせていただきましたが、でもいずれにしても、ちょっとワンデイという言い方でのエフェクススワップ6倍での中では、メキシコペソ円ンだけがちょっと下落してしまったというところが、まあ、今回の結果でございました。さてで 本日の東京市場でございますけれども、明日お休みというところでございますが、FXCFD は通常通りり、日経225指数が現時点2万9120円水準というところで、2万9000円水準は超えております。で、今が14時40分過ぎたところでございますけれども、14時ちょっと過ぎぐらいの時で、東証一部の値上がり、銘柄数が817、値下がりが1258、まあ、大体イーブンなんですが、市場参加者で、特に機関投資家さんなどとちょっと話をしたら、どちらか というと今夜でございますバイデン大統領の施政方針演説はありますけどもねマーケットがやはり注目しているのはこちらです FOMC 連邦公開市場委員会で こちらの方は FRB のウェブサイトをご覧になっていただければと思いますが、ライブでまたなされるかと思います、これ、ちゃんと出ておりますよね、パウエルさんの記者会見がございます。で、バンクオブカナダ、ついも先戦だって申し上げました、4月の21日の中央銀行の会合において、ですねテーパリング、そして利上げに向けた動き、かなり力強くおっしゃっていて、そして昨日もですけれども議会、総裁におかれましては、議会証言において、カナダですけどね、カナダの議会証言でかなり強気なことをおっしゃってました。さててそうなってきまますと、まあ これに、まあ、負けるなとまだ言わないにしてもですねかなり FOMC に対する期待感っていうのもこれ当然強まってくるんじゃないかなというふうに思います、えー、昨日の議会証言でマクレムさんですけどねバンクオブカナダのマクレム総裁ですけども上半期においての景気の回復見通しかなり力強くおっしゃってましたさてそうなってきますとまあ、地続きという言い方変なんですけどね FRB で において f o m C、パウエル議長は年内の利上げ見通しというのはもう全くもうないというふうにしておっしゃっていますでマーケットもおそらく今回の FOMC は据え置きだろうと何もないだろうとして見ております、えー、ただし、このパウエル議長が何らかの形で示唆をするのかどうか、えー、そうなってくるとその整合性というんでしょうかね一つのまあ邪推邪殺に近い部分ではあるんですけれども今度はバイデン大統領西方針演説をなされるわけですね、まあ、おそらくですけども来年の中間選挙に向けてかなり景気の回復見通し 投資だとか今までのアメリカのレスキュープランの効果1400ドルのいろんな対策での小切手をまいてというところでの景気不揚がかなり強まってきてそうした懸念性をおそらく選挙に向けてもかなり拳をこう掲げて力強くおっしゃってさらにインフラ投資に対する理解も深めるアメリカをもう一回というような形で多分おっしゃるパターンが非常に強いんじゃないかでそれと整合性を合わせると大統領がうまくいっているのに まあ慎重な姿勢は示すもののダメだこれはというわけはないはずなのでそこにおいて何らかの形で利上げに向けてないしはテーパリングに向けてのまあ、少しならずともヒントを出してくれるんじゃないかというような期待感がマーケットにございますでそのマーケットにある見方としてはですねシカゴのフェドウォッチ CME で出しておりますけれども今回の 末置き見通しというのは97.2%でございます、まあ、これ、どなたでもご覧になれますけれども、今回の FOMC ・連邦公開市場委員会パは97.2%で、まあ、そのまま変わらないよねと、まあ、ステートメントに関しては何も書いてませんけれども、こうした確率がある、ただし、こちらの方は直近ですね、97.2%、まあ、ほぼほぼなんですが。 12月においても、まあ、ほぼほぼ据え置きという見方していいとは思いますがなんと85.5%まで下がっているんですね100人と15%弱利上げするんじゃないのというような可能性が少しずつ出てきているとさてそうなりますとやはりステートメントにおいて今夜の株そして為替が大きく影響されてくるんじゃないかというふうにして見据えているところでございますさてでここまでの日経金株価は今2万9000円台を維持させて2万9100円というところなんですがゴールデンウィーク、これからお休み、まあ明日 お休みいただいてまた30日そしてまたその来週は月下、明お休みですけれども日経金株価に対する市場のビュー、様子をどんな見立てをしているのかちょっとこちらをヒントにご覧になっていただければというふうふにして思います五5月切りの日経225のオプションなんですね、まあ、ちょっとあまりこうした見方をする人も少ないかもしれませんが3万1000円のコール3万円のコールこれがあ、えー、2万 3万1000円で、ね、3万とんで500円、3万円、そして3万 飛んで500円3万円万のコールの出来高でございますけれどもこちらの辺は1000枚程度ですねちょっとこう,こういった形で出来高増えてますが3万1000円になりますとコールの出来高2790万円もうおそらく今の時点では3000枚近くないし3000枚超えてるかもしれませんけれども何を申し上げたいのかおそらくでしょうけども権利行使の低いコールを買っていってこの3万円金峰でしょうかねこの辺のコールを買っていってさすがに3万1000円はないでしょうというところでこの辺の高い コールを売ることによって作る合成オプション。 強気で見てますけども、急激に上昇する可能性は極めて低いんじゃないかというような、おそらくレシオコールスプレッドのオプション戦略を取ってる向きがいるんじゃないかなというふうにして、板、まあ、というか、出来高の方から感じました、バスに乗り遅れるな的な焦燥感は東京市場ではないんですが、やはり米国の景気回復、いしはコロナワクチンの接種が我が国よりも1週、2週、3週ぐらい進んでますからね、そうしたものに対して、米国の景気回復に牽引されてくる可能性を期待して、 日経平均株価この辺はちょっと能動的ではなくてあくまでも受け身受動的でございますけれどもそうしたところでのおまあ持たざるリスクをちょっと意識してるんじゃないかそんな見方での日経平均株価のまあビューをちょっと持ったところでございますさてで為替市場のところでございますけれどもまあ先ほどクロス円まあ昨日は FX 六倍でという,ようにして申し上げましたがドル円の方もですね108円台の半ばの輸出企業をじわじわじわと飲み込んでいって 現状が108円の86銭、今日一番高いところで108円の96銭ですかね、109円台まではいきませんでしたが、昨日の夕方、夜ぐらいから約7時間かけて、何かの経済指標、まあ、これ、市況解説ですとね、信頼関数だとか、良かっただとかっていう言い方しますけど、やはり市場関係者と話をすると、じわりじわりと買い意欲が強まってきて、で今日逆に買い遅れの輸入企業がビットアップしているというような見方があるんですけども、米債にかかわらず、 外債ですかね、OG 債だとか、そうしたものを、生存保などの機関投資家が手当てするために外貨を買っていた、えー、そんな観測もあったのが、昨日のニューヨーク市場というところでございます。さて、これを踏まえてでございますけれども、今夜、そしてですね今回でございますけれども、ゴールデンウィーク、ちょっとお休み入りますのでね、ちょっと期間を長めにして、何が焦点になるのか、どの辺が水準感を意識したらいいのか、えー、今回の売買シナリオ。 実はチャートのは2時間足チャートでご案内させていただいていますが、えー、今回の売買シナリオどちらかというとストラテジーというよりも危険水準はこの辺じゃないでしょうかというところに重きを置いてのシナリオでございます、えー、今回の売買シナリオこちらでご案内させていただきたいと思います はいえー、まずはドル円からでございますけれども最初にありき予想レンジ108円の10銭から110円で期間は4月の28日今日の夕刻から5月の5日取引終了、えー、この,もの日の取引分が終わってのところまでの、まあ、期間とさせていただきましたさてで予想レンジでございますけれども、ね、やはりこ,のこうした状況の中で110円というのはちょっと行き過ぎなんじゃないかというのはご指摘もあるかもしれませんが実はまあ大きなです、ね、節目というのが190円 これを超えていくと竹部のイラストを指していますけどもそれぞれこの上下落している価格帯を埋め戻していくことになるのかどうかでさてそうなりますとまずは今夜の,、まあこのお休みの間にもいろいろ指標がございますけどもやはりこの FRB でどの程度までおっしゃるのか FRB パウエル議長がどの程度まで,です、ね、踏み込んでおっしゃるのかがやはり大きなポイントになるのかなという,ふうにして思わざるを得ないというところです。 長期金利の動向がどういった動きになってくるのかないしは米株の動向でしょうかねえこれによってまあ左右されてくるだろうとこういうふうにして睨んでいるところでございますえ予想レンジ108円の10銭から110円基本的にはそうですね2時間足ボリンジャーバンドのプラスマイナス2シグマのバンド内ウォークというふうにして見ておりますが上値追いリスクの方がちょっと強いのかなそんなイメージで見ておりますがドル円特有のこの19 お休みの間はですね、東京市場から買いそびれぐれの断続的な買いというのも指摘されていますがこれは今、足元からすると108円台の前半というところでございますのでここからちょっと上値をしていくにはどうなんだろうか、堅調性をそのままこの休み明けまでリーブオーダーのままで回していくのかどうかというところがまあおそらくポイントになってくるかとは思います。で、その他でございますけれども OPEC プラス閣僚級の会合などもございますけれども原油のまあ方向性というんでしょうかね 生産の方向性で当然、引き締め減、えー、増産をするような形にならなきゃったら当然、需給上、原油の価格は上昇する、で、原油の価格が上昇すれば、えー、まあ、教科書的ではございますが、原油を買うには円を持っていってもあまり売ってもらえないわけで、ドル建てでございますのでえ、ドルの調達コストが上がってくるとなると、スポット直物マーケットではおそらくドル手当もせざるを得ないだろうというところが、まあ、為替の世界での教科書的な見解でございますので、まあ、あまりドルが弱気に なるような形にはないんじゃないかなそんな見通しでの今回の予想レンジとこういうところでご理解いただければというふうにして思います、はい、そして今度は日経平均株価でございますが先ほど申し上げたとおり日経平均株価2 9100円ほとんど変わっていません2 9103円という言い方になりますでしょうかね正しくはクリック株産6 5が2 9147円ということで そうです、ね、まあ4050、まあ、円弱ぐらいが今プレミアムの買っているというところでしょうか日経平均の値上がり値下がりのところはまあ先ほど申し上げた通りでございますが値上がり銘柄数のほうがですねちょっと値下がりに対して不利なのかなと今、まあ、400銘柄ぐらいちょっと下がってますのでねただし業種的には22業種値上がりしておりますのでやはりこの辺のところは拮抗というイメージだとは思います、えー、水準感が大きく変わっておりませんのでね していたんですけどもね。マルカは五輪担当大臣と小池都知事、まあ医療体制に対して具体的な提示があるあるやなしやというところでちょっと揉めているというような一般報道などもございますけども、五輪関連の株も見,見るところ総じ、えー、てまちまちでございまして、逆に今スポーツ関係だとか、そしたまあスポーツ医療品という言い方になりますでしょうかね。スゴムリ商品関連の銘柄はや,ややちょっと強みに出ておりますので、まあ大きな影響は出てないねというところがまあ。 市場参加者とと話ししていいたたころでございましたさてそうなりますとやはりバイデン大統領の演説というところで新域に入ってくるのかどうかでこれにおいてはやはり株式課税であったりだとか法人税だとかっていうところでしょうかねこうしたものが株式市場に影響を与えるのかどうかというのが一応 まあチェックとというところだと思いますさてでこちらのクリック株365日経225指数の方もですも4月の28日の夕刻今日の夕刻から5月の5日取引終了まででの予想レンジとさせていただきましたもうちょっとワイドで予想レンジ立ててもいいのかなというふうにしてちょっと書き終わったと思ったんですよね2万8900円から2万9400円での予想レンジ。 2、えー、時間足ボリンジャーバンドのプラスマイナス2シグマないしは日足のボリンジャーのマイナス2シグマと中心線の間。 え、日足一目金衡表の雲の帯を上限として推移していく中で。3万円水準から、このポンポンと下がってきている、たけびのイラスさしてますけれども。この下落体を埋め戻していくほどのポジティブな材料が果たして出てくるや、どうかと。いうところが、まあ、大きなポイントというふうにして思います。こちらの方も、バイデン大統領の演説も当然だとは思いますが。F. O. M. C. パウエル F. R. B. 議長の記者会見の内容も、当然。大きく影響してくるかと思います。景気回復、まあ。 これはだめです、依然としてダメですというような言い方よりも慎重な見通しで景気回復を認めつつも、先行き不確実性が高いですね、まあ、これは黒田日銀総裁と同じような形かもしれませんが、そうした多分姿勢を示されるんだとは思います。金利事実上今でであるるとというところのの維持の継続をする一方で 緩和姿勢に対する、特にこの先駆けて量的緩和の縮小をしたお隣の国のカナダ、これをやはり意識してて、今後のスラックというんでしょうかね、これを吸収する時期、緩和だとか、そうしたものの利上げ時期を縮小するような示唆がしてくると、ちょっと株式市場の方にはどの程度まで影響してくるのか、まあ、景気がいいからというような形でするにしてもですね。まあ ちょっとネガティブな反応があるかもしれませんね。そうした動きはですね、自分ご注意をしていただければというふうにして思います。 はい、えー、そしてあとは最後でございますけどもねこの前回の「バイシナでもちょっとご案内させていただきました明日でございます、えー、4月の29日でございますがラジオ日経さんで武部先月ながら「ミュージック・ボヤジーアンソロジー,、えー」音楽番組の DJ をさせていただきますちょっと一人で一、まあ、人での30分番組でございましたけども、えー、音楽をずっとかけさせていただいてまあちょっと。 と、不要不急の外出を控えてくださいとこういうふうにして言われてますのでね、ぜひご自宅の中で、ちょっと元気出して、元気を取り戻していただく意味で、これをまあ役、務めさせていただきました。大変光栄で恐縮でございますけれども、ゴールデンウィークは洋楽で盛り上がろうとこういうタイトルでございます。1980年代の曲、ビルボードインの曲だとか、あとはユーロビートですかね、まあそうした曲を中心にかけさせていただいてますので、ぜひえ明日でございますけれども、4月の29日、10時45分から11時15分。 ラジオ日経三男子はラジコでご視聴いただきますでその後もう1週間ぐらいはラジコで聞けますのでぜひお聞きしていただければというふうにしておりますさてで改めてでございますけれどもゴールデンウィークに入ってくる、ま、とりあえず明日があってまた金曜日 でございますけどこの買収のちょっとお休みいただきますけれども、円の流動性はかなり低下していて、そして今、こうしたコロナの抑止というところでは企業活動もかなり制約されていて、財務担当者などの資金の手当というのは大体い今日ないしはまあ今週すでに終わらせているというような声もよく聞こえるところでございますので、流動性がかなり低下しています。FX をお取り組みの方、ないしは CFD 日経22五ないしはその他株式取引お取り組みの方ですね、やはり東京、本邦税お休みでございますので、 円に関する流動性が低下している分だけボラタイルな値動き十分ご注意していただいてお取り組みいただければというふうにして思います。以上4月の28日水曜日の株と為替の売買シナリオでございました。